ここでは ST マイクロの提供するステッピングモーター用モータードライバーの技術アドバンテージを紹介します。ST のステッピングモータードライバー製品は電圧制御と電流制御の製品があり、それぞれ異なった技術アドバンテージがあります。まずは電圧制御と電流制御の製品に共通するデジタルモーションエンジンを紹介し、その後電圧制御と電流制御それぞれのメリットを紹介していきます。最後に設計ツールの紹介をします。ST のステッピングモータードライバー製品は標準的な保護機能を持っていますが、ここでは詳細な説明は割愛します。まずは電圧制御と電流制御の製品に共通するデジタルモーションエンジンです。縦軸がスピード、横軸が時間のチャートです。まずスピード2まで加速する場合を考えます。制御クロックは間隔を徐々に狭くしていき加速を作り、目標速度に到達するとそのクロック周期で入力を継続します。次にスピード1まで少し減速します。制御クロックは間隔を広くしていき減速を作り、目標速度に到達するとそのクロック周期で入力を継続します。次にスピード3まで加速します。制御クロックは間隔を徐々に狭くしていき加速を作ります。ところでここでは加速途中で逆回転のスピード4で回転させる制御が入ります。そこで徐々に減速し停止させ逆回転させます。制御クロックは間隔を広くしていき減速を作り、最終的には停止させて今度は逆回転に加速するために制御クロックは徐々に間隔を狭くしていき、目標速度に到達するとそのクロック周期で入力を継続します。このように一般的にはサブコントローラーやマイコンでクロックを管理して速度制御を行います。ST のステッピングモータードライバーはコントローラーを搭載しているためクロック入力が必要なく、 SPI のコマンドで動作制御が可能です。停止の状態からスピード2で回線させたいのでランスピード2フォワードとコマンドを送ります。するとモータードライバーはあらかじめ設定された最大加速スピードでスピード2までモーターを加速させ、そのスピードで回転させ続けます。次にスピード1で回転させたいのでランスピード1フォワードとコマンドを送ります。するとモータードライバーはあらかじめ設定された最大減速スピードでスピード1までモーターを減速させ、そのスピードで回転させ続けます。次にスピード3で回転させたいのでランスピード3フォワードとコマンドを送ります。すると同様に加速していきます。次にスピード3への加速中に逆回転でスピード4で回転させるためランスピード4フォアバックワードとコマンドを送ります。するとそれまでと同様に減速加速していきスピード4に到達するとそのスピードで回転させ続けます。デジタルモーションエンジンでは SPI コマンドを入力するとあらかじめ設定していたパラメータを使って速度プロファイルを自動生成します。このように ST のステッピングモータードライバーでは SPI コマンドでステッピングモーターを制御するためコントローラーやサブコントローラーでクロックのタイミングを管理してスピードを制御する必要がありません。ここで紹介したコマンド以外にもいろいろなコマンドがあります。例えば Move は特定のステップ数だけ回転させます。また基準を設定するとそこから何ステップ動作したか絶対数を覚えていますので GoTo はある基準から特定のステップ数の特定の角度にまで回転させるということが可能です。それでは次に
電圧制御でのメリットを紹介していきます。まずはマイクロステップです。電圧制御では128分の1までのマイクロステップをサポートしています。マイクロステップによるメリットを少し見てみます。ここで右向きに磁界が発生し、ローターが回転していきます。すると回転方向の力、青色のベクトルは最初は大きいのですが、回転するにつれて内積が小さくなり、回転方向に働く力が小さくなってしまいます。ここで N 極が右向きになった時には、それ以上回転させる力は働きません。トルクの変動をグラフにしてみると、このような形になり、回転するにつれて回転力が大きく変動しています。これは物理的に回転させる力がガタガタ変動していることになりますので、騒音や振動の原因になってきます。マイクロステッピングを使うと、トルクの変動を小さくできるため、騒音や振動が改善します。繰り返しになりますが、ST のステッピングモータードライバーでは、電圧制御で128分の1までのマイクロステッピングをサポートしています。電圧制御では PWM 制御により電流を流します。電流制御では、電流リミットのターゲットが変わるたび、一気に新しいリミット値まで電流を流しますので、どうしても発生する電流リミットのばらつきは大きくなります。電圧制御ではこのようなばらつきは発生しません。これは実際の波形を比較したものです。実際のモーターでの騒音を比較すると、電圧制御と電流制御ではかなり大きな違いがあり、周囲の騒音環境次第では電圧制御は無音に感じることがあります。電圧制御では PWM 制御によりモーターにかかる電圧を制御して電流を流しますが、モーターの回転スピードが速くなっていくと、電流が流れにくくなっていきます。モーターは発電機でもありますので、外部から回転させるとスピードに応じて起電力を発生します。駆動する際にも、回転スピードに伴って逆向きに電流を流そうとする逆起電力が発生してきます。同じ電圧をかけているつもりでも、電流を流すために使える電圧が下がってしまい、高速回転時にトルクが落ちてしまいます。ST のステッピングモータードライバーは、電圧制御時に速度に応じた電圧減少を補正する機能があります。実際、モーターに流れる電流は右の式のように、電圧 V を制御しても速度 F が速くなるにつれて減少していきます。逆起電力が増えて、モーターのインダクタンスによるインピーダンスも増えるためです。この時、青い点線のように電流を流すつもりでも、実際にかかる電圧が下がって電流が落ちてしまいます。そこで回転速度に応じて PWM のデューティー比を補正して、実際に流れる電流を補正します。実際の電流減少は、負荷角や逆起電力と因果電圧の位相差等を考慮すると複雑な計算になってしまいますが、ST のステッピングモータードライバーでは、右の式の分母の領域を2つに分けて、 PWM デューティー比を直線的に補正します。回転数が低く、インダクタンスによる影響が小さく、 R の影響が支配的な低速時の領域と、回転速度が速く、インダクタンスの影響が支配的になる高速時の領域に分けて、 PWM の直線的な補正比を変えることで、速度による電流減少を補正します。シンプルなアルゴリズムですが、電流を一定に保つのに非常に有効です。これは実際のモーターで電圧制御をして、逆起電力補正機能を使って補正する前と後の波形を比較したものです。
シンプルな機能ですが、非常にうまく電流を一定に保てていることが確認できます。前ページにあった逆起電力補正ウィンドウにモーターのパラメーター等必要な情報を入れると、逆起電力補正ウィンドウが初期の暫定補正カーブを計算します。このページの波形は暫定値からスタートしてさらに微調整したものです。微調整についての詳細はアプリケーションノートがありますので、そちらを参考にすることができます。電圧制御では逆起電力やインダクタンスの周波数特性以外に電源電圧の変動も電流値に影響します。電源電圧が下がった場合には PWM デューティー比が同じ場合、電流が下がってしまいます。 ST の電圧制御ステッピングモータードライバーにはこの電源電圧変動を保証する機能があります。左の図のように V バスを分圧して 5bit の内蔵 AD コンバータに入力しておくと、電源電圧の変動を検出可能です。右の式にあるように V バスの電圧がイプシロンの割合で変化した場合、その逆数分 PWM 比を補正します。ここでは K イプシロンが補正値です。こうして電源電圧の変動によって生じる電流値変動を補正します。この他にも PWM 比を温度保証するためのユーザーに開放されたゲイン係数レジスターを持っています。次は低速回転時の歪み補正です。ステッピングモーターは特に低速時に大きなトルクを発生させられるという特徴がありますが、低速時には波形歪みが発生してしまいます。この波形歪みは高調波成分になり、騒音や振動の原因になります。こちらは実際の歪んだ波形です。赤丸部分に歪みが確認できます。低速歪み改善をオンにするとこのようにきれいに歪みがなくなります。ここまでが主な電圧制御のメリットの簡単な説明です。